政治家が偉いと思ってる人が多くて、政治家って偉くないんだよ。政治家って代理人なんだよ。1億人全員がさ、1億人として日本の人口が、日本全員がさ意見言い合ってさ議論してたら何も決まらないでしょ。だから少数に絞るしかない。代表を出す、だうちらの代理人を選んでんだよ選挙で。うちらがいち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 うちらの仕事もあるし、いちいち議論に参加できませんって。日本の人口全員が議論に参加したらそれこそ大変なことになるんで、代理人を立てます、立てましょうって、地区ごとに代理人を立ててるのが政治家ってわけじゃん。うちらが選んでるわけじゃん。だ代理人なんだ。うちらはこう言ってねって託してるやつも、だうちらは本人で代理人じゃん。本人の方が偉いに決まってんじゃん。政治家の方が偉くないんだよ本当は。